はい、というわけで到着しましたね。着きました。ついに着きましたね。いや、運転お疲れ様です。いえいえいえ。というわけで、まあ、砂川インターでね一回休んでから着きましたけど、はい、ここカムイコタン市になるのかな。ここカムイコタン町、町カムイコタン町、旭川市カムイコタンっていうところが市名です。あ、そうそう。野菜 TPO!ということで、ね、そうですね、ドーンと横に、はい、こうね、神のいるコタン、コタン、コタンですね。なんかコタンっていうもう言い方がもうね、あのコロポックルとかそういうなんかこうアイヌ用語みたいなね感じはしますけど、なんかでもなんかそういうスポットなんですけど、心霊スポットなんですけど、なんか見た感じ本当になんか綺麗っていうか、いや本当に景観がいいなって、うん、俺は初めて来たけどね思うんで、なんかまあ昼間っていうのもあるし、なんか。そんな大丈夫かなと思うんですけど、まあちょっとまあまあちょいちょいいろんなとこ見てね、写真とかも撮りつつ、はい、なんか行ってみたいと思います、はい、奥の方にちょっと行ってみましょう。行ってみたいと思います。はい、ということで、はい、今さっき撮ってたのかね、この上、うん、後ろの方ですけどね、うん、この看板見てください、まあ、パーッと降りてきてね、はい、ダダン、一度に100人以上渡れません。しかもなんかいろいろこうなんかあったんじゃないかっていうね、痕跡が。うん、これ掘っただけなの、はい、いや、なんだけど。ということで、すごいよね。うん、ね、何年パラモイ。カムイ大橋から。うん、パラモイ、広い湾。はい、ね。ということで、ここ、うん、カムイ大橋を渡っていきたいと思います。うん、じゃあ、渡りながら、カムイコタンの話をしましょう。このカムイ大橋の下を流れてる川が石狩川です。石狩川、はい、石狩川、はい、すごい。なんかでもね、本当お世辞じゃなくて綺麗なんですよね。景色が本当普通になんか和む、うん、うん、なんかそういう感じに見えないっていうかね、うん、ただ、うん、心霊の話をすると、うん、大相当昔、うん、ここは SL が走ってました。僕も聞いた話というか、うん、あれなんですけども、うん、どうもその SL の事故で、うん、この川に落ちたという、うん、でこの川、まあ、見てくれたら分かるんですけど、今日川の水の、ね、量がそんなに多くはないんで分かんないかもしれないですけど、うん、ちょうどあそこ、あれもそうですね。うーん、なんかまあ浅いっちゃ浅そうかな。なんか普通の川に見えるじゃないですか。はい、よーくあそこの渦巻いてるとこ見ると、うん、てか渦が見えるんですよ。あ、ね、ありますね、あそこね。そう、ここ、うん、この川、まあ特徴的なんですけど、この輪みたいになってるんで、うんね、ちょいちょいね、渦巻いちゃうんですよね。うん。できてる、ここに人が落ちると、うん、上がってこれないと言われるぐらい渦巻いてるんですよ。うん、ちょっとダイビングをしてもらえたという話のある川ですね。うん、で、その名残がある SL の駅舎がこの奥にちょっと登ったところにあります。実はあるという。そう、そこが、うん、というかここ自体がちょっとまあ心霊スポットという状態になってはいるんですけど、なんかこのこの辺からちょっと若干空気違う気がするもんな。若干重いというか。よいしょ、木が多いからね。これに木が、あの、九条さん木があるんですね。多い、うん、でも大正時代の上流っていうか歌手さんね、うん、昔あの近所では昆虫博士と呼ばれて虫が好きな少年と何でしたっけ、
なんとか博士。ファーブル昆虫。あ、そう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 。さあ、出てきました。おー、来た。あ、でも結構普通っちゃ普通だね。確かに。なんかそういう感じにしないっていうかね。昼間なんだよね、いかんすよね。まあそうですね。ここが昔 SL が走った場所ですね、これ名残が石のこれホームです。あ、これがこの上のところこう、あ、ここがこうなってんだ。そうそうそう。へえー、すげえ。でこっちに SL があって、あ、ここにもうこういう感じだ。人形分の方、ね、そうですそうです。ちょうど、この状態で走ってたんですね。ちょっと奥行ってみましょうか。いろいろ準備してきたけど、なんか俺の乗ってきたもん何も意味がなかった。だから本当に普通の場所ですから、ここ、はい。で、まあハイキングコースにもなってます。お、まあ、ぐるっと行きますよって、ね、そうそうそう、この山の上に行けますね。とりあえず下そこまで一旦行ってみましょうか。ここ、これは今撮ってます。ずっと回してるんで、これがリアルで走ってた多分 SL だと思います。すっごいなんかこう SL 好きの人にはね、なんか逆にいいのかもしれない。はあ、はあ、こうこう岩のところに石碑がね、こう、そうですね、なんて書いてあるかちょっと見えないんですけど、全然この感じはそこまでっていう感じはね、うん、だから本当に、子供の頃にサイクリングロードで来てたぐらいなんで、ここに SL が3台並んでますね、なんか緑が多いから、なんかなんか湿度的なこう、うん、ね、ちょっとムワッとはするけど、ね、あ、渡れるようになってる。あら。僕の昔の思い、なんか覚えてるやつはトンネルは僕、石で閉まってたイメージだったんですよね。あ、ね、急にここら辺まで来ると涼しいんですよ。ああ、ちょっとね涼しくなってる。確かに。このぐらいからちょっと涼しい。はい、サイクリングロードなのに真っ暗です。怖っ。あ、でも一応見えるっちゃ見える。近くまで来たね。向こう、向こう側の光が見えるんですけど、うん、はい、これですね。ここの話、そうです。こ れ, これが旧函館本線の亀子丹トンネルの一つです、うん、なるほど。これなんか今4つあるけど、んこれ今んこれが現在地がこれだから、これ、あ、ここだ。なんかここがなんかやばいっていうのはなんか聞いた記憶。あ、伊能トンネルですか。伊能トンネルはだいぶ旭川の町の方に抜けてく、まだここ亀子丹の札幌側から見れば入り口なんで、なんかね奥の方にあるんですよ。うん、ここまでも大丈夫かな。ねえ、やっぱね、ちょっと怖いのは怖いんですよね。怖いは怖いね、景観的には。そう、でも通れなくはない感じ。はい、ということでサイクリングロードでした。はい、今何が怖いかってね、あの僕の本能が何かを感じてちょっと若干の便意を催してる。それトイレに来ただけじゃないですか、それ。僕の本能が逃げろと言ってるのかもしれないですよ。これはこの場所から長くいてはいけないっつって早くうんこしに帰りなさいって。それ朝トイレ行ってないやつじゃないですか。そうそう、朝ね、ちょっといっぱい昨日あのちょっともやし多分食べ過ぎちゃった。あと問題は、あ、そうですね、そうですね、ちょっと見て戻ってったところにありますね、はい、まあブーちゃんも知ってるけど、あのね前回というか、まあ結構あれ1年前かな、2年前です。2年前か、なんか僕らの共通の試合があのここに来て、なんかそこのね写真撮ったんでね。そうですね、ちょっと不思議な写真が撮れちゃったんですね、うん、そう、
これなんかねっていう、うちもちょっと若干そういうの強いお客さん多いからこれちょっとあれじゃないみたいななんかみんなに言われたっていうね。まあでも少なからず、うん、神様の通り道なんで、ここそういうね、お盆栽鉢同士の中こうです。クマンバチ対スズメバチそれこれ、食べてますな。食べてるな、すごいね。だって今カチカチ言ってましたよ、うん、し今日取られてるけど、捧げないけど手ないからのからの、ここのね、まあ、一番の言われてるスポット、駅舎でございます、うん、もうこのままね、残っていく。なんか SE でもやっぱり生で見るとすごい迫力があるけどトイレあるここね。うん、絶対入りたくないですねここなら俺行けるなあ、サイクリングロードの休憩所になってんだ今。入れますよ。え、なんか入れる、ほら。あのサイクリングロードの休憩所になってますね。うん、うん、まあ木のあれですからね。そう、このカムイコタの奥にこうやってあったり、うん、ピシッとないこと、あ、虫か。ちょっとまたアブとかもこうすごい汚れアブ死にまくり、ほら、ベイブレード、うん、あれじゃない、これハンドスピナーなんかムワッとしてこう、うんっていう圧力はちょっと感じるけど、まあ、暑いですよね、うん、まあ、建物自体が木なんで締め切ってたし、はい、ここからこうやって SLO 回ってたんですね。で昔ここが SL 走ってた時はここで待ってたんですね。でちょうどこの高さですね、ここに多分 SL が来たんですね、うん、でこうやって回ってたんですね、うん、高さですね、すごい。これからタマ様は函館に向かうみたいな、うん、じゃあ神戸だな、神戸だな次の駅は収まない、収まないでございます本日、おさむさんがいないので、おさむないでございますお、次の駅が伊能駅、はい、はい、まあ、このまままっすぐサイクリングロードなんで、伊能の方にも行けるんですけど、うん、僕らは歩きなので、今は、まあまあね、うん、そっちには行かないと、行かないというとりあえず、なんかそのね、ここでこう、ちょっとそして今見つけたんだけど、怖いこと書いてある。カムイコタンはアイヌ語で、魔人が住むところ魔人が住むところという一つのポイントでした。うん、まあ、あの昼間はね、なんか今のところ別にそんなには、うん、ただね、夜はあんまり来たくないところではあるんですよね。それでライトがないんですよ、ここ。ああ、言われてみると街灯ない。なんかここはさ、普通のトイレですよ。普通に入れる、うん、けど、あそこのトイレは本当に入れなかった。こういう感じでも行けなかった。ああ、例のあそこのトイレですか。あそこはね、こういう感じでも行けなかった。あそこはやばかったですからね、うん、はい、というわけでね、まあ一通りぐるっと、はい、まああのサイクリングロードの、まあサイクリングロードであのなんだっけ、ハイキングコースの方はぐるっとはいかなかったけど、うん、まあちょっとこういう感じで、なんかまあ駅っていうかね、本当にの名残があるところで、まあ、SL とかもね、見たら迫力あるし、うん、まあ、駅舎もね、こういう感じで残ってるっていう場所なんですけど、夜はね、結構厳しいかもねあまりおすすめはしないですけど、よかったら皆さんもね、ちょっと来てみても、はい、
景観はすごいいいんでね、なんかいいかもしれません。はい、というわけでした。まあ、とりあえずこの後も旭川ツアー続きますんで、はい、皆さんよろしくお願いします。ふーちゃん案内してね。おーい。